皆さん、こんにちは。まなみです。今回の動画は雑談をしながら少し大人めのメイクをしてみたんですけど、こちらのアイシャドウパレットを使ってメイクをしていきました。以前の動画でどのカラーにしようか迷っていたので皆さんにコメントをしていただいたんですけれども、この03番っていうコメントが多かったので、このモーブ系のパレットを購入してみました。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで早速ご覧ください。どうぞ。それではメイクを始める前にパックをしていこうと思います。今洗顔後にプラス GG セラムだけ塗って乾燥しているので、このパックをしていきます。今日の服装がまたパールなんですけど、すごい可愛い洋服なんですが、この前駅中でなんか母が可愛い服を見つけたって言っていて、でお店に入って見てみたらすごい可愛かったんですよ。そしたら母が購入してくれた服なんですけど、セットアップの洋服でラメっぽいキラキラの繊維が入っていて、すごい可愛いんですよ。でもちょっと痩せて下腹を引き締めてから着ないとお腹がポコッと見えてしまうタイプなので、今ダイエットを頑張っているんですけど、最近家の近くのジムも登録して運動をしているので、来月の誕生日までに頑張ろうと思って運動しています。誕生日の時にこれを着たいなと思っているんですよ。こんな感じなんですけど、まだあと1ヶ月ちょっとあるので、数キロ痩せられたらいいなと思っています。で、最近いいアプリを発見して、おいしい健康っていうアプリなんですけど、私はちょっとコレステロールが高かったりとか、あと高血圧だったりするんですけど、そういうのを入れて、確かダイエットとかって入れると、1日のカロリーとかこう計算してくれて、で、しかも、それに合わせて、献立も AI で作ってくれるんですよ。で、いろんな献立もありますし、一食私の場合、591キロカロリー以下で作ってくれて、あと、タンパク質とかもしっかり取れるようなメニューを考えてくれるので、最近これに沿って料理をしたりしていて、なんか楽しく、ゆるくダイエットができています。これやっぱりまだ10月上旬に着るには暑いですね。最後に着ることにしていいですか？薄い T シャツに着替えてきました。髪の毛までセットできたら着替えます。で、パックを取って、で、5分ぐらい待ってからメイクを始めていきます。それでは本日は NARS の下地を使っていきます。ライトリフレクティングトーンアップベール SPF27PA2+ です。今日は何のお話をしようかなって考えていたんですけど、この前携帯の中の画像を見ていたら昔の歯並びが出てきまして、私矯正をしたので全然変わっているんですけど、本当にすごい変わったなと思ったので、昔の写真を載せようかなって思います。こちらです。これは多分小学生の時くらいの写真で、あんまり記憶がないんですけど、おそらく中学2年生ぐらいから矯正を始めて数年間やっていたと思うんですけど、自分でも記憶がなさすぎてびっくりするんですが、ワイヤーを締めた時とかは痛かったのを覚えてるんですけど、それ以外の記憶があまりなくて、何をしたかっていう 記憶がないので詳しくお話しできないんですが、これが終わったのがもう多分10年以上前で、で、2、3年は終わった後にリテーナをいただけたので、それをつけていたんですけど、だんだんしなくなっていって、まあでもそこまで動くこともなく数年間過ごしていたんですが、やっぱりちょっと後戻りしてきて、ここの歯が引っ込んでしまったのか、前歯が出てきたのかわかりませんが、あと歯並びが悪くなってきたなって最近感じているので、再矯正しようかなと思っているんですけど、今度ホワイトニングに行こうと思っている歯医者で部分矯正みたいなのもできるそうなので、相談してみようかなと思っています。よし、こんな感じで塗れたら、ファンデーションはバニラコのカバリシャスアルティメットホワイトクッション SPF38PA2+ の23番を使っていきます。私21番も持っているんですけど、やっぱり23番の方が色味が合っているなって思ったので、こちらを使っていきます。で、ホワイトニングもすることにして、なんか本当は今日も予約を入れていたんですけど、2、3日前に体調を崩してしまって、ずっと寝ていたので行けないなと思ってキャンセルしてしまったんですけど、ネットを見ていたら1回目が終わった
た2週間後とかに2回目を受けた方がいいっていう風に書いてあって、いやそうなのかと思ってスケジュールを見てみたんですが、誕生日なので誕生日パーティーをしたりとか、あとまた大阪に行くことになると思うんですけど、おじに会いに行ったりとかっていう予定があるので、2週間以内に行くの難しいなと思って、11月の月末とかに初回を行くことになるかもしれないんですけど、歯の黄ばみが気になるのでホワイトニングをしようと思っています。ホワイトニングの薬剤でも変わると思うんですけど、父が受けた時はすごく痛くて1週間ぐらいずっと痛みが続いたって言っていたので、いつホワイトニングの予定を入れようか迷っているところです。私すごい着色しやすい歯っていうのと、あとお茶をよく飲むんですよ。だから余計に着色してしまって、着色が取れるこの歯磨き粉を使ったりとかもしているんですけど、まあ、それは汚れは取れるんですが、元の歯の色を白くしてくれるわけではないので、やっぱりそれはホワイトニングに行かないといけないなって思っているんですが、色の濃いものが好きだとすぐに色がついてしまって黄ばんでしまうので、これからは定期的にお手入れをしたいなと思っています。パダワシャネルを使っていきます。お見せしたことがあったかわからないんですけど、動画を撮影したことはありますが公開しなかったかもしれないので、もう一度お見せします。この TWG のロイヤルオーキッドティーって言うんですけど、でもこれ日本で売っていないと思っていたんですが、銀座のお店に行ったら売っていて、で買えたんですけど、すごい好きです。これウーロン茶でランの匂いをつけているお茶なんですけど、そのまま飲んでもとっても美味しいですし、お砂糖とミルクを入れて飲んでも美味しいので、これ本当に好きなお茶です。手が止まってしまっていたのでパウダーを塗っていきます。あと喋りたかったことが、以前 ASMR をしてほしいっていうコメントをいただいていて、なんかやってみたいなと思ったんですけど、結構いろんなタイプの ASMR があるじゃないですか。なんか商品をこうカチカチするのとか、あとは喋った方がいいのかとか、いろいろ考えてやりますとかやりたいですとかってコメントを返信させていただいていたのに、全然できていなくて申し訳ないなと思っていたんですが、どちらの方がいいかっていうのをコメントに残していただければなって思います。喋った方がいいのか、それともこのブラシの音とかそういうのだけを撮影した方がいいのかわからなくて、もし ASMR を見たいっていう方はぜひコメントしてください。で、私は自分の声があまり好きではなくて、動画では少し落ち着いた声で喋れるなとは思うんですけど、普段の喋っている声が好きじゃなくて高いんですよ。なのでもう少し低い声で喋れたらいいのになって思うんですけど、ありがたいことに YouTube で声が好きって書いてくださる方が多くて、でしかもなんか寝れるっていうコメントをいただくこともあって嬉しいなって思うんですけど、全然昔は分からなかったんですが、最近動画の最終的なチェックをするときに自分の携帯で見ているんですけど、横になって見ていたりすると寝てしまうことが多くて、あ、皆さんがおっしゃってるのはこういうことかもしれないと思って、なんかそんなに抑揚がないじゃないですか。なのでこう眠くなるのかなって思うんですけど、そういうコメントをいただけるのはとってもありがたいなと思っています。はい、眉毛はこちらを使っていきます。毎回お伝えしておりますが、いつも通りなのでパパッと描いていきます。本日はこちらを使っていきます。ゲージも美しいですし、中のカラーも美しいピオニーのヒロインムードアイパレット03番インマインマインドモーブベージュパレットです。この前メイクを練習するために使ってしまったので、ところどころ模様が消えてしまっているんですけど、お敷居からお借りしようかなと思いますが、元はこんな綺麗な柄です。最近体に湿疹は出ていないので腕に装置をしようかなと思います。その前にちょっとリップを塗りますね。ベビーワセリンリップです。左上がこの色で上段、中段、下段で装置をしてみました。全体的にくすみの入ったカラーが多くて、モーブ系のパープルピンクっぽいカラーが揃っているのがすごい素敵なパレットです。マットが 1,2,3,4,5 色と、パールシャドウが 1,2 とパールが強めのツヤっとしているのがあります。
あとはこのシルバーのラメですね、かなりキラキラしていて光をしっかり反射してくれるシャドウがあります。とりあえずまず最初はこの左上のカラーをまぶた全体に塗っていきます。この前の病院での検査のためにネイルを落としたのでリズムが見えていてなんだか恥ずかしいんですけど、また今度誕生日イベントの前にネイルをしに行く予定なので今度は可愛くしたいと思います。ちょっと目の下にも塗っておきます。結構私の肌色と似ていて目の下が明るくなりそうなので塗っているんですけど、すごいいい感じです。目元のくすみとかを少し抑えられた感じがします。次はこちらを塗っていきます。まぶた全体に塗っていきます。指で塗った方がしっかり発色するので指で塗る方が好きです。こんな感じで少しくすみピンクパープルみたいな目元にしてこちらを塗っていきます。この色も足したいので塗っていきます。まぶたをツヤっとさせます。こんな感じになったんですけど、ナチュラルにメイクをしたいときはこのくらいでいいのかなって思います。そして下まぶたにもカラーを入れていきたいんですけど、この色で入れてみます。これアイブロウブラシなんですが、これでこのラメを上まぶたと涙袋にも入れます。こんな感じで塗りました。上下マスカラを塗りたいので両方ともビューラーをしていきます。上からビューラーを先にすると下まつげのビューラーをした時にこの辺りのまつげが折れてしまうので、まず下からビューラーをしてマスカラを塗っていきます。キングダムのマスカラをしていきます。この前下まつげ用のマスカラを買ったので、それが来るまではこのマスカラを使っているっていう感じなんですけど、結構液が緩くて下まぶたにつきやすいので下まつげ用にはそんなにおすすめではないかなって思います。私最近ハマっている韓国の YouTuber の方がいて、読み方が間違っていたら申し訳ないんですが、ゴージスンさんっていう方がいらっしゃって、その方がまつげメイクがすごい上手くて、とりあえず上まつげは一本一本つけるタイプのつけまつげをつけてらっしゃって、で下はマスカラを塗ってからピンセットで整えてっていうのをされているんですけど、上手すぎて私もあんなまつげにしたいと思ってこの前つけまつげを購入したんですが、今日郵便受けに届いてるみたいなんですけど、つけまつげののりが家にあるのが古くて新しいのを買ったんですね。それがまだ届いていないので今日使えないんですけど、その方の動画を見て練習しようと思っています。私その方の声がすごい好きで、低めで落ち着いた声の方が好きなので聞きながら寝たりしていて癒されています。上のまつげをビューラーしていきます。このキングダムのマスカラ私大好きなんですが、なんか繊維入りが出たっていうのを見て買おうと思ったんですけど、なんか色がブラックしかないんですよ。私はブラウンを最近はよく使っているのでブラウンが欲しいなと思っていたんですけど、まだ新製品だからかブラックしかないのでどうしようかなって迷っているところです。そんなに束感が出ませんでしたが、一応作ったので反対もビューラーをしてマスカラをしていきます。そうだ、この前シビルウォーっていう映画を両親と見に行こうっていう話をしていて、すごい楽しみにしていたんですけど、当日の朝にかなり体調が悪くて行けなかったんですよ。チケットも買ってくれてたのに行けなくてすごいショックでした。しかもなんかまあまあ面白かったって言っていたので残念なんですが、また違う映画を一緒に見に行けたらなって思っています。なんか今日全然束感が作れないですね。アイラインは心意気のアイデザインライナー05番クリスタルパープルを使っていきます。パール入りのアイライナーです。今日雨が降っているみたいで暗いので、もう一個明かりをつけようと思います。最後にホットビューラーをしていきます。
下まつげはこれをすることによって降りるんですけど、私もともと逆さまつげなので数分経つと戻ってしまうんですよ。なのでこれは自己満なんですが、ホットビューラーを使っています。普段からこのくらい下がっているといいんですけど、これはもうまつげパーマをしないと無理ですね。こんな感じで仕上がりました。こういうクールな印象にしたい方にぴったりかなって思います。パッケージがこれですよ。持っているだけでテンションが上がるじゃないですか。他の色も欲しいなって思っているところです。あとチークも新しく購入したんですが、VDL のチークステインブラッシャー02番フェイバリットラベンダーを使っていきます。これ昨日か一昨日に注文した商品なんですけど、すぐに届いてちょうど良かったんですが、こんなカラーです。ブルベカラーっていう感じでラベンダー系なので、これをどこに塗りましょう。このあたり高めに塗ってみようかなと思います。下に塗った方がいいかな。頬にもつなげる感じで塗っていきます。これこういうブルベのアイシャドウを使った時に一緒に合わせて使うのにいいカラーですね。かなり白みが強いチークなのかなと思ったんですけど、全然浮かずに使えます。で、一番のピンク系のカラーが一番欲しくて買いたいなと思っていたんですけど、私がこれを買った時は売り切れになっていて買えなかったんですね。なので次に気になっていたこの色を買ったんですけど、これは買って正解でした。すごい可愛いです。しかもこの薄さで鏡までついていますし、歪む系の鏡ではないので見やすいです。今度美容院に行くんですけど、少し髪の色を暗くしようかなと思っているので、その時にこのメイクをしたらもっと合いそうだなって思います。ハイライトを塗りたいんですけど、この前 X で TWICE のツイさんの画像を使ってハイライトをここに塗るといいみたいな画像を見て実践してみようかなと思っています。ローラメルシエのマットラディアスベイクドパウダーハイライト01番を使っていきます。これすごい上品なハイライトで好きなんですけど、これをちょっと画像の通り塗っていきますね。こんな感じで塗ってみました。この前ここに塗った時にすごい綺麗だなと思って、ここに塗るのかなりおすすめです。鼻は私長いので、でもそんなに強調されてないかな。立体感が出た感じがしてこの塗り方いいと思います。穴は少し見えちゃうかもしれませんが、離れて見た時に綺麗だなって思います。あとはシェーディングですね。このロム&のパレットのこの色を使って、リップはこのペリペラのインクグラスティングリップグロスの05番を使ってみます。この色なんですけど合うかな。こんな色で結構甘い香りがするので好みは分かれるかもしれませんが、私は好きです。あとは髪を巻いて服を着替えてこようと思います。はい、着替えて髪の毛を巻いてきました。ピアスをつけていきます。はい、こんな感じでしょうか。今日はあまりうまく巻けないので諦めました。あとは跳ねる髪を押さえて完成です。いつもよりメイク的に大人っぽくできたかなって思います。このようなグレー味のある感じに仕上がったので、大人っぽく仕上げたい時にこのメイクをしていこうかなって思います。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。